黎明のフリーマンスブロック。はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回の動画はですね、私のビジネスの相棒システム手帳についてです。私の中で、2022年の弊社の進むべき方向がですね、やっとまとまりまして、補佐として舵取りしていくわけですが、まずは手帳会議です。この手帳をどう使うか、何を書くか、記録として残せば記憶にも残ります。私が思うに、手帳の扱いをですね、あれこれ考えて、手帳会議を行うということはですよ、ズバリ向こう1年の、この会社の行く末ですよ。そしてこの1ページ、この1ページですね、この1ページこそが未来への、かけがえのない1ページであり、またこの1ページが歴史となるわけですよ。少しでも手帳にご興味のある視聴者の皆さん、まずは手帳会議をしっかりと行ってですね、手帳の目的を はっきりさせることから始めていきましょう。私はビジネスの相棒として、こちらのロテルドンの 20mm 6穴システム手帳を好んで使用しています。過去の動画でも少し触れていますし、下のハッシュタグにもですね、飛べるように、ハッシュタグから飛べるようにしておきますので、ご興味のある方は覗いてみてください。そして私がこのロテルドンのシステム手帳に魅了されているわけはですね、単純にコスパの良さとかっこよさです。他には経年変化を楽しみの一つとして、こちらのロテルドンシステム手帳をですね、2021年に引き続いて2022年もビジネス用として使うことに決めました。サイズはバイブルサイズとなります。私はバイブルサイズ一択ですし、バイブルサイズをおすすめいたします。そのわけはですね、後ほどお話しいたします。それでは手帳の中身を2022年バージョンにセットアップしていきます。はい、それではですね、私が今回購入し、まあ用意しましたリフィル、こちらになります。ものすごくシンプルです。黎明から販売されていますバイブルサイズのリフィルとなります。はい、そしてですね、早速中開けていきますか。開けますと台紙がございます。そして弊社役員の名刺がございます。はい、ここですね、インデックス。一つずつ簡単に説明していきます。2022年もですね、インデックスの内容はまあこれと一緒なんですが、こちらターゲット、ターゲットはですね、弊社が進むべき道、つまり私がこうするんだということをですね、書いています。こういう方向で2023年進んでいくぞということをまあ書き記します。まあ目標や狙いですね、目標や狙いです。はい、そしてボイドタイム、ボイドタイムなんですが、会社の舵取りごとで、決断しない時間。はい、その次、スケジュール、スケジュールなんですが、月々や日々の変更可能な予定を書いています。はい、そして YouTube なんですが、主にサムネや企画を思いついた時に書き記しています。そしてタスクはですね、必ず行う予定や、まあ、変更できない、予定ですかね。はい、そしてメモなんですが、冠婚葬祭や刑事、それから年中通した義理事をまとめています。まあ当然ですね、2022年もインデックス、こちらのインデックスの内容は一緒です。これで攻めていきます。はい、それではですね、中のリフィル外して新しいものと差し替えていきます。はい、皆さんこれどうしてます？この使用したリフィルや役目の終わったとじ手帳なんかは、その後どうされてます？私はですね、捨てることができずに、私はですね、この、こういうものを捨てることができずにですよ。まあ私が手帳を始めた15年、15年ほど前からの、そういった、まあ量が、押し入れの中に溜まっていましてですね。
まあ、つまり15年分の私の歴史であり、15年私がこの世で生きた証ですよね。はい。このビジネスとして使用した手帳のリフィルも、まあ1日、1月、1年と会社と共に、また私と共に進んできた、会社の1年の歴史が刻まれていますから、捨てることなどできないですよ。お尻の中で当然私は保管しています。皆さんどうです？どうされているんでしょうか？またコメントの方で教えていただければ嬉しいです。はい。で、この台紙は使います。そして、役員の名刺なんかもですね、また同じものを使っていきますよ。はい、それではですね、こちらです。リフィルに一手間加えて、システム手帳の方へですね、セットしていくんですが、私、この手帳、作る際にですね、このリフィルの角は全て丸くするんですね。すでにこの丸まった角が取れた丸くなった手帳、リフィル、もう売られているんですが、まあ、これをですね、こちらの角丸を使ってバチバチと角を丸くしていくんですね。はい、ビジネスで直結しますから、やはり人とトラブル、会社と揉め事を起こしたくない、人とも、揉め事を起こしたくないというところで、はい、こちら角丸。M ですね。バイブルは M がちょうどいいです。そして今、ざっと取った感じ、10枚くらいいっぺんにまとめて、切ることができます。できません。なので、ですね、この半分くらい、5枚くらいにしてみます。はい、5枚くらいにしてみます。これでいけると思いますよ。はい、角は丸くすると角丸の M です。はい、丸くなりました。気持ちいいですね。またこれ自分でこう角を取っていくのっていいじゃないですか。どうでしょう。はい、角を取っていきます。そしてこの角丸なんですが、これラミネート加工された、まあ、こういうこの台紙もそうなんですけどね、このラミネート加工された、こういったもの、これもパチパチと角取ることできますんで、皆さん何かのご参考にされてはいかがでしょうか。はい。はい、それではね、手帳の方もセットアップができましたんで、こちらですね、角も取ることができました。なのでインデックスの方を仕上げていこうと思います。まずはターゲットから、ターゲット、縦書き印刷でインデックスの表の裏、表裏用で2枚、長さが短すぎてカットできませんがよろしいですか。実行、ハサミで切ります。
デックスに合わせて少し斜めに、これすらも角取っていきます。ピンクですね。で、このインデックス、私ですね、この糊で補強します。使用している間に外れたら嫌なんで、糊で補強しました。そしてリフィルの縦ラインとこのラインを合わせて、はい、こういうことです。手帳もね、やっと仕上げることができました。これで2022年、明るくいい年でありますようにと。またトラブル揉め事を起こさないように角も丸くしました。やはりインデックスつけますとかっこよくなりますね。はい、ご覧の皆様、これを機にですね、手帳会議を行って自分の手帳一つこしらえてみてはいかがでしょうか。はい、またのご視聴よろしくお願いします。